はい、ちょっとした林道を見つけたので、ちょっと走ってみたいと思います。はい、走り始めてすぐ分かるのが、前後のサスペンションの路面追従性がなかなかいいですね。今ね、フラットダートなんですけれども、こういった林道などに入っても、リアサスペンションもフロントサスペンションもよく動いているという感じで、乗り心地はいいですね。ガツッとくるショックをよく抑えているし、先ほどちょっと大きなギャップがあったんですが、ああいう時も前後サスペンションともによく追従するという感じで、大きな、ね、ギャップを踏み越えた時に車体が不安定になるとか、フロント周りの足元がすくわれるような、そういったことはないようですね。まあ、今、速度が遅いので、このモデルにとってはこれぐらいの速度っていうのは余裕しゃくしゃくなのかもしれないですが、まあ、いずれにしてもですね、前後のサスペンションはよく動くという感じでいいですね。今、今度はですね、これ結構坂道なんですよ。オフの坂道ということで、まあ、こういった時にはね、いわゆるそのトラクションが試されるシーンなんですけれども、そうですね、リアタイヤもよく頑張ってグリップしてくれてるし、無駄に林道の石を蹴散らすような、そういった感じではなくて、ぐいぐい登っていくという感じなので、まあ、これは平たく言うと、いわゆるトラクションがいいエンジンと言ってもいいのではないかと思います。はい、今度、下りですね。やはりね、下りはこれぐらいの 250cc ぐらいのバイクだといいですよね、楽で。例えばこれが 1000cc とかのアドベンチャーモデルだったりすると、何分重さが重いですからね、結構緊張するんですけれども、この 250cc ぐらいのバイクだとそんなに緊張感もないですし、あとそうですね、これ、ギア比、トランスミッションのギア比がいいのかもしれませんが、今ね、ほとんどスロットル閉じたまま、クラッチもつなぎっぱなしで、エンブレだけで走っているんですけども、こういった時もね、ちょうどね、スピードを殺しながら自動的に降りてってくれるという感じで、とても楽ですね。こういう時はね、やはりエンジンのバックトルクがうまくかかってくれないと、こうエンストしそうになったりとか、今度逆にね、スピードが上がりすぎたりとかするわけですが、これはね、本当に楽ですね。これであれば、そうだな、結構荒れた林道でも行けるんじゃないかっていう感じがしますね。はい、舗装林道になっちゃいましたね。試乗時間もあまり長くはないので、少し戻りましょうかね。こういったオフロードにサスペンションストロークの長いというか、足つき性があまり良くないバイクを持ち込めるかどうかっていうのは、やはりその安心感が高いかどうかということが結構大きいと思うんですけども、この CRF250 ラリーはね、相当安心感は高いですね。足つき性はね、あまり良くないんですけども、足をつく必要性がそもそもないというか、特にね、いいのはやはりこの前後のサスペンションが結構いいんですよ。路面をよく捉えていて、足元をすくわれるような、そういうことがほとんどないんですね。あとね、エンジンもやはりこの低速での林道走行に向いてますね。今これ、カメラでわかるかどうか分かりませんが、結構な上りなんですよ。まあ、こういった時に、やはりね、その低回転域での力、トルクが弱いと、どうしてもこうスロットルを開けなきゃいけないし、今度そうするとスピードが出過ぎてしまうということで、扱いにくいエンジン特性のものもあるんですが、この CRF250 ラリーに関しては、かなりね、こうゆっくりとじわじわとこういった急勾配も登れるという感じで、林道でね、こんなに扱いやすいんだと思って、今ちょっとびっくりしてるぐらいですけども、なかなかいいですね。林道でも扱いやすい。あと、まあこの足の長いね、サスペンションっていうのは、足つき性の面では確かにあだになると思いますが、ただ、これだけバランスも良くて扱いやすい車体だと、足つき性よりもやはりこのサスのストロークが長いっていうことの方が圧倒的なメリットだと私は思います。ちょっと ABS も試してみましょうかね。ザッザッザッっていう感じで、そうですね、まあこれはね、路面状況によりけりですけども、
そうですね、ギリギリまで持ちこたえて、それから ABS が、まあ、必要最小限でかかるという感じなので、この CRF250 ラリーは ABS リアをオフにできるんですけれども、まあ、これだったら私はオフにする必要もあまりないかなという感じですね。まあ、ただエキスパートライダーはね、どうしてもリアをスライドさせたりとか、そういう走り方ができなくなるので、 ABS をねオフにできるっていうのは、それはもうねありがたいんじゃないかと思いますけど、まあ、私程度のね、とことこと林道ツーリングを楽しむ程度のライダーであれば、特にね ABS をオフにする必要はないんじゃないかと思います。まあ、この ABS はね、林道ツーリングレベルであれば、そんなに効いていたとしても邪魔にならないと思いますし、制動距離もそんなに伸びないんじゃないかな。そうですね、今やってみましたけど、この ABS はね、林道ツーリングレベルであれば入れっぱなしでいいと思いますね。それにしても楽しいですね。まあ、もちろんレプリカなんですけども、これだけ本物っぽいデザインの外装のバイクで、こういった林道をねツーリングするっていうのは、まあ、それはね乗ってるライダー本人としては気分も盛り上がって、とても楽しいんじゃないかなと思います。こうやってねちょっと速度を上げても、サスペンションの追従性がいいし、よくねストロークしてくれるんで安心感高いですね。はい、あまりに楽しかったんでもう一回行ってみましょうか。今度ちょっと速度を上げて、今ちょっとねさっきと違って2度目なので、少し速度を上げて走ってるんですが、やはりねこういったあのフラットダートでも、そのフロント周りの挙動がゆったりとしてるっていうのが、かえって安心感につながるような感じですね。もちろんエキスパートライダーになるともうちょっと違う感想を持つのかもしれませんが、まあ、私みたいにあの林道ツーリングを楽しむということであれば、このフロント周りはね結構いいですね。フロント周りがねスカッと切れて足元をすくわれて転倒っていうことはねなさそうな感触なんですよね。こう林道でもあくまでもこう直進安定性は高く、ライダーが明確な意思というか入力をした時にだけフロント周りが反応するという感じなので、こういった林道をね結構いいペースで走っていても安心感高いですね。そんなにねハンドリングとしては難しくないというか、むしろこう優しいハンドリングで、いいですね。今もこれ上り坂でかなりねエンジンのパワーかけながら上っているんで、こういう時にあのフロント周り軽くなりやすいんですけども、それでもね結構フロントはいつでもこう正しくまっすぐ前を向いてくれるという感じなので、林道でそこそこ速度を上げてもあまり怖さを感じないですね。まあ、このハンドリングがねエキスパート向きかどうかっていうと、それはちょっと意見の分かれるところかもしれませんが、私のようにねたまに林道ツーリングを楽しむというような、そういった目的であれば、このハンドリングはね結構頼もしいんじゃないかと思います。またこれ上りですが、ちょっと意外でしたね。この CRF の 250cc のエンジンって、私はどっちかというとこうスムーズに回転上昇していくという感じで、なんていうかそのトラクションがねそんなに強いエンジンっていうイメージを実は持ってなかったんですが、これやっぱりエンジンが改良されたせいもあるのかもしれないですが、今ね結構カメラでは分かりづらいと思いますけど、結構な上りなんですよ。でこうスロットルだけで、クラッチはつなぎっぱなしで、スロットルだけでこう速度を調整しながら走ってるんですが、エンジンはね本当によく粘るし、ぐいぐいとこう上に登っていくという感じで、相当扱いやすいですね。なんか音がねトラクションがありそうなエンジンの音に聞こえないんで、そう思うのかもしれませんが、実際にはねこのエンジン相当トラクションがいいというか、氷にトルクとかパワーが有効に伝わるという感じで、
さっきもね、見てて分かったかどうか分かりませんが、このタイヤもね、ちょっと見た目は普通のオンオフタイヤという感じなんですけども、結構タイヤもね、よくグリップしてくれると思います。うん、今回は少しね、ペースを上げて走っているので、林道もね、あっという間に終わってしまいそうですが、うん、そうですね、こうやってね、速度を上げて走ってもサスペンションがね、よくストロークしてるんで、で車体がね、あまり不安定にならないんですよね。うん、走りやすい。最初私もですね、正直言うとこのフロント周りの落ち着きというかボリューム感がちょっとなと思ったんですが、まあ、先ほども林道をですね、あれだけ嬉しがって走れたところを見ると、その魅力的な外装の本物感もさることながら、やはりフロントに21インチホイールを採用しているというのが結構大きい要素だと思うんですよね。やはりですね、これによって本気でオフロードを走る気持ちがあるよっていうことが前面に打ち出されますし、実際に走ってみてもやはりこのフロント21インチホイールの走破性っていうのはなかなか素晴らしいものがあって、このモデルにぴったりだと感じました。そうですね、私からこの CRF250 ラリーの気になる点というか、まあ、リクエストがあるとすれば、やはりですね、これだけこうゆったりとしてロングツーリングも楽しめそうなモデルなので、タンクの拡大はですね、まあ、2リッターちょっとと言わずに、できればですね、もうそれこそ20リッター容量とか、まあ、それぐらいの、ね、タンク容量を与えてもよかったのかなと思うんですよね。こういったなんていうかラリーイメージというかアドベンチャーバイクイメージのバイクの場合、結構そのタンク容量のデカさっていうのが私は重要な要素だと思うんですよね。給油なしで500キロとか600キロとか巡航できるっていう、まあそういうね、正真正銘のビッグタンクなどが与えられていると、より雰囲気は盛り上がったのではないかと思います。はい、ということで今日はホンダが千葉県のマザー牧場で開催している CRF250 ラリーの発表試乗会の会場から、その試乗レビューをお送りしました。